なんだ、ここは。やっとお目覚めか。遅えよ。ナンバーどこだ。いや、無駄だよ一番。落ち着け。てめえこれ、俺たちをどうしようってんだ。だからまず落ち着けって。はあ、あんたまで何をのんきなこと言ってんだ。俺らはさ、お前の目が覚めんのを待ってたの。もう全員自己紹介も終わってるから。そういうこと。はあ、じゃ始めるか。始めるって、ちょっと待てよ。あんた誰だよ。俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。カスが、ご存知で、あんた誰。ラオマだ。ラオマ。じゃあお前がマブチ。じゃあ改めて始めるぜ。いくつか質問に答えろ。野々宮を。ああ。乙姫ランドの店長。あの人をなんで殺した。なんでだ。俺は忙しいんでな。この場で質問できるのは俺だけだ。言うこと聞けないなら、仲間を順番にぶっ殺す。よし、録画を始めろ。はい。何始めんだい。お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか。お前は青龍会の人間だな。は？ちげえよ。その割には立派なもん背負ってるじゃねえか。それで仇とは言わねえだろう。ああ、そこまでずうずうしかねえ。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。なんでだ。人民元なんざ日本で使えねえぞ。偽札だろうそれ。ほう、なんでそう思う。見たんだよ、事務所になかったはずの金が急にピン札で現れたの。食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもな。なるほど、偽札だと承知の上で人民元を盗むつもりだったわけだ。で、盗んでどうするつもりだった。あんたの悪事の尻尾を掴んだんだ。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる、そのつもりだったさ。そうか。一番、お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。クソが。答えろ。その話まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあどうだかね。答えろ。仲間を見殺しにする気か。ちっ、まだ誰にも話しちゃいねえよ。そりゃよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ、さっさとしろ。お前は俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか。ああ、そうだ。
いいね、その言葉バッチリだぜ。バッチリ？なんだ？よそからしのぎに首突っ込んでくるとはな、そいつはご法度のはずだぜ。なあ、青龍会さん。だから、俺らは青龍会じゃ。やめとけ。まんまと、やられたのかもな。え？やられたって？異人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが青龍会はそいつを破った。そいつはつまり、ハンピン・リューマン上の宣戦布告だ。は？カメラ止めろ。おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は青龍会なんかじゃ。いい芝居いただいたぜ。仕上がりが楽しみだ。何？そうだな。じゃあいい芝居した褒美に一つ教えてやろう。はあ？野々宮をやったのは俺だ。やっぱりてめえか！今撮った映像、倉庫の防犯映像と繋いでメンバーに送っとけ。青龍会が仕掛けてきた証拠だってな。はい。お前らには礼を言う。はあ？最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。無駄だぜ春日。はあ？マウチは青龍会相手に戦争を追っ始めてんだ。青龍会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。戦争？なんでそんなことを。さあな。ただ問題は、青龍会がリューマンに抗争を吹っかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして。さっきのビデオを使う気みたいだな。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ喧嘩の口実にならねえだろう。だが真内は青龍会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろ。それに撮影してる時に見せた真内の笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。何を企んでやがるのか。ねえ野郎。少なくとも真淵はこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。なあ、その話後でよかねえか。見張りの入り口に何とかここを脱出しねえと。はあ、確かにそうだ。おう。なあ。マジか。なあ。
ねえ。おい。おう。おう。ああ。うん。待てよ。なあ、誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたら随分気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。なんだ。見た顔だぜ。ええ、倉庫にいた連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破、物も全部吹っ飛んだ。その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ。ああ、お前らの死体を切り刻んで青龍会に送りつけてやる。ラオマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせんのがうまい人だ。そりゃいい上下関係だね。おめでとうさ。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが、悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。痛いか？怖いか？いい顔だ。ずっと見てたいぜ。やめなさいよ、変態。お前は後回しだ。後でじっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんな、このド変態。おめえ言葉をありがとうよ。てことで、まずは前菜で。ジジイからだ。ほらー、やめろー。なんだお前。いえ、実はラオマーからちょっと申しつかったことがありまして。え？申しつかったって？おい、ラーマーが何だって？なんで鎖外してんだ？私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。え？待て、誰だ。命の恩人現るってとこか。あ、残念ながら俺の悪運もまだ尽きちゃいねえな。誰なんだあいつは。知らねえよ。ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。な、ちょっと何のんきに話してんの。ごめん、悪い悪い。今
助けるからよ。よし行け一番。お願い頑張って。よしって、この野郎ざけんな。後悔しても遅れぞ。手加減しねえぜ。そうか。え？ああ。ねえ。はあ。おう。地下ダンジョンって感じだな。宝箱でも転がってるって言いたいな。見けたら教えてくれよ。俺が開けるから。真面目にやろうぜ。一体どういう場所なんだここは。さあな、とにかく地上に出ねえと。そうすればスマホもつながる。よし行こうぜ。なんでテンション高いの。開けてみるか。おお、覚悟しろよ。手加減しねえぞ。まさか金庫にあんな奴が入ってるとは。これからは金庫開けるときも少し用心しねえとな。しかし奴は俺が開けるまでずっと中にいたのか。調子いいぜ。やり合うの。とりあえず殴れるところを殴るしかねえな。まずは振り回す気満々のアーム。とりあえずやってみっか。なあ、お、
んだてめえら。なっ、運ばれた先の病院で二人とも死んだ。現場は清流会の島ん中だ。犯人たちはそのまま逃走中。となるとそれで終わりゃしねえよな。ああ、今清流会の頭高部が兵隊積んでトラック走らせてる。会場の了解も取らねえで飛び出してったとさ。鉄工事仇は取ってやるからな。向かってる先は反転工事。ハンピンリューマンの島。高部は反転工事に向かったのか。あそこの奥には趙っていう奴らのボスの店がある。このままじゃ全面戦争になるぞ。ずっと守られてきた偉人さんの均衡がこんなあっさり破られんのか。みんな真淵に踊らされてんだ。俺らのこと口実にしてよ、クソ。でも野々宮殺しの犯人はやはり真淵だったな。あのクソ野郎、ニヤついてゲロリやがった。でも動機はまだ謎だよね。どうした足立さん。いや、マブチの言葉が未だに気になっててな。いいよもう、あのクソ野郎の言葉なんて。やっぱり野々宮が殺されたのって私たちが原因なのかも。俺らは関係ないって、まあ、特にさっちゃんは絶対に関係ないはずだ。だって殺したのは真淵でしょ。そして真淵は私たちを狙って抗争の出しに使ったんだから。いやさっちゃん、それは違う。狙ったんじゃない。そうか、読めたぜ。何が。野々宮殺しの原因や動機からスタートするとこの問題の回答は出ねえ。つまり真淵の狙いは清流会との戦争だ。そうみてえだな。真淵が戦争を始めたいならすぐに自分で仕掛けりゃいい。でもそうせずに俺らを口実にしたぞ。なぜだ。なんでだ。そんなことしてもし戦争が始まる前に首謀者が真淵だとバレたらどうなる。あ、他の組織が黙っちゃいない。そうだ、ここは横浜だ。知っての通り町を仕切る偉人さんはお互いの島を荒らさないってのが鉄則だろう。そいつを破った者には全勢力から真っ先に制裁が加えられる。真淵がハンピンリューマンの大幹部だろうがそこは変わらねえ。だから自分からじゃなくてそれ以外の口実が必要だった。でもなぜ私たちも。それにつながるのが真淵の言葉だ。思い出してみろ。最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日おかげで花が咲くまでにしてくれた。これは今回の一連の話を思い起こして出た言葉だろうな。つまり種まきは野々宮殺し、そして水をやるってのは俺たちが野々宮殺しを追って真淵に近づいた行動で。で、さっきのビデオの撮影で喧嘩の準備が完成したことで花が咲いたっていうのが。まさにそうだろうな。そして全体の文脈から察するに真淵が言う水やりの役目は俺たちである必然はなかったんだろう。何よそれ。
さらに言えるのは、殺された野々宮も特に彼である必然もなかったってことだ。野々宮の店のケツ持ちは清流会だろ。真淵の計画をシンプルに言えば、清流会の息がかかった人間を殺し、それに反応した人間を使って構想の口実に使いたかったんだ。そのシナリオのそれぞれ役目は、野々宮でも俺らでも誰でもよかった。そんなことのために手帳は。自らのリスクを避けて戦争を始めたきゃ、回りくどい手が必要だったんだろう。昔聞いたことがある。戦争に勝つ秘訣って、最初の一発を敵に撃たせることだってよ。じゃあ俺らも野々宮もあのクソ野郎の計画のために加勢しただけってのか。冗談じゃねえぞあの野郎。しかも最後は真淵の思うようになるなんて絶対に許され。落ち着け春日、今は冷静になれ。そうだ、なんだかんだ言って真淵は切れ者だぜ。ふざけんな。奴の思い通りになんかさせねえ。え、さっき戦争に勝つ秘訣は最初の一発を敵に撃たせることっつったよな。でも俺は兄貴に逆のことを教わったぜ。喧嘩は絶対必勝、最後は腹をくくったやつが勝つってよ。おい待てよ一番、おまけにサッチャまでどうしちゃったんだよ。構想を止めてやる。俺らから清流会の頭にきっちり説明して話をつけりゃいい。おい、極道のドンパチにまで首突っ込むのかよ。ナンバーはこのままほっといて、俺らが構想の火種として濡れ衣をかぶせられたままでいいのかよ。私はそんなの嫌だ。野々宮だって浮かばれないよ。わかった。足立さんは、まあ小ずるい野郎にしてやられたままってのも尺だよな。よし、善は急げだ。行こうぜ反転工事に。そこのローズブロッサムって結構有名なキャバクラなんだよ。こんなとこにあったのか。へえ、最近こういう店行けてなかったし、キャバクラに飢えてたんだよな。私キャバクラのママなんですけど。それはそれ、これはこれだ。大地、お前ずっと素じゃねえか。なんであんたら相手にビジネスモードにならなきゃいけないのよ。ママ、さっちゃんのビジネスモードも見てみたい気がするが、それはそれとして、後でこの店みんなで行ってみるか。本当か？自慢じゃねえか、金ならないぞ。誘っておいて払わせるなんてやぼなことはしねえよ。よっしゃ、春日が神に見えるぜ。私は行かないわよ。オフの時までキャバクラにいるつもりないし、うちの店抜けた子とかいたら気まずいし、どっかで時間潰してるから私に構わず、行くときは男たちで楽しんでらっしゃいな。そうか、気使ってくれてありがとうよ。楽しみだな、どんな子いるかな。ブレねえな足立さん。
と仕事すっか。任務完了。骨が折れそうだな。やってやろうぜ。ここにしてやる。あ、聞いなさい。決めた。デリバリーよろしく。はい、どうしたの？ミルクかな？お餅かな？ご機嫌悪いのかな？すずめちゃん、一緒に遊ばないのかな？どうしたの？お腹空いちゃったのかな？おい、調子いいぜ。ああ、死に来やがった。こいつは仕組まれた構想だ。裏で糸引いてんのはラオマーだ。マブチなんだよ。乙姫ランドの店長をマブチが自殺に見せかけて殺した。彼女が殺される直前の店長と電話で話をしてる。本当よ。電話越しにラオマーって手下たちの叫んでる声が聞こえたわ。俺らはそいつを手がかりにマブチのしのぎを嗅ぎ回ってた。そしてハンピン・リューマンの倉庫にバイトとして潜り込んだ。で、青龍会の手先として捕まったんだろう。マブチから送られてきたんだ。マブチは俺が青龍会のもんだと決めつけた。そしてその映像を撮って抗争の口実に使った。けどあいつは知ってたはずだ。俺が青龍会じゃねえってことくらい。わざわざあんたにそれを送りつけてきた理由だって読めてる。俺らが青龍会の人間じゃないってことあんたが当然知ってても、すっとぼけて送りつけることでこの構想は青龍会が先に手を出してきて起こったんだと。真淵たちは被害者だと主張できるんだからな。全部を承知で構想を煽ってんだ。奴の狙いは肉の壁の掟を青龍会がぶち壊したってでっち上げを作り上げることなんだぞ。ここにいる全員がマブチに踊らされてんだ。だろうな。分かってる。マブチの首はきっちり取ってやる。ここの連中も全員ぶっ殺してからな。だからそうじゃねえだろう。何度も言わせんなよ。
この戦争はもうそういう問題じゃねえんだ。何？鉄と工事はまだ二十歳そこそこの見習いに毛が生えたくらいの若いもんだ。そんなガキが年の数より鉛玉食らわされた。殺したのは真淵一人だったか。そうじゃなかった。全員銃を撃ち込んできた。丸腰の二人に何十発とな。てめえの後ろにあるのはハンピン・リューマンのボスの店だ。俺らはそいつにどういうつもりか釈明してもらいてんだよ。そしてあの世の鉄と工事に詫びを入れさせる。要するに話を聞きてんだよな。だったらチャカはいらねえだろ。理屈ではそうだ。俺らは丸腰だぜ、高部さん。だからあんたに俺らは撃てねえよ。喧嘩するにも通すべき筋ってもんがある。弾取ろってんならそれなおさらだ。ここで俺を弾く筋ってのは何ですか。ここで俺を撃てば清流会の看板はクソまみれになる。鉄と工事の死だって意味が変わっちまいますよ。俺が口でどう言おうが、あんたは引かねえ。そういう人だ。でも、俺も引かねえ人間なんですよ。どうしても弾くってんなら、一発で仕留めるしかないですよ。どうしてだ。外したらあんたボコボコにして力ずくで止めさせてもらうからです。もじゃもじゃ頭のクソ野郎が俺たちを力ずくでか。安く見られたもんだ。人んち騒がして悪いなよ。あんたらは手出さねえでくれ。そっちが動きゃ清流会に着出す理由ができちまう。春日よ、てめえどこまで舐める気だ。やってやろう。俺沈めてやる。あっ、およ。てめえらここは引いてもらうぜ。問題発生だ、春日。あ？店の主が来た。主？あいつがハンピン・リューマンの総帥。あいつが長だ。向こうさんのトップってことか。じゃあまさかあいつが真淵の黒幕で、野々宮殺しも裏であいつが指示したってことはねえのか。真淵からさ、ムービーが送られてきたんだけど。な？これに映ってんのお前らだね。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。お前は清流会の人間だな。ああ、そうだ。思いっきり編集されてんじゃねえか。違うぜ、俺らは清流会じゃねえ。清流会の人間じゃない。じゃあなんで真淵を嗅ぎ回ってんの。それはよ、ほんとのこと言いなよ。おい、よせ。言葉は選んで手短にな。俺短気だから。さっきも一番が言った。真淵が俺らの店長を殺したから。だから真淵を追ってたんだよ。この構想に火つけたのは真淵だ。
奴は俺らを出しにして清流会に濡れ衣を着せたんだ。ってことは全部マブチのせいって言いたいわけ？そんなもん鵜呑みにできねえな。マブチはうちのナンバー2だよ。それが突然暴走しましたって言われてもね。あいつだって暇じゃないよ。いろいろ忙しいんだ。構想が始まってんだぞ。どれだけやべえ状況なのかくらいわかるだろ。なのにナンバー2がここにいねえ方がおかしいだろ。その動画受け取ってからマブチと話くらいしたのか。長さん、マブチと連絡が取れないってのは相当まずい状況なんじゃねえか。ああ連絡が取れないのはマブチは抗争を起こすだけ起こしといて本人はさっさと安全なところに逃げ出した可能性が高いからだ。だとしたらあいつは暴走した上にあんたも裏切ったってことだぞ。俺に説教すんの？でもだからって焦って俺らを犯人扱いしても事態の解決にはならねえ。あんただってわかるだろ。おっさん、口の利き方に気をつけろ。何すんだ、やめろ。あのね、別に俺はここであんたら全員ぶっ殺して戦争を始めたっていいんだ。戦争をふっかけてきた情報人たちとそこの頭をまずは血まつるにする。戦争開始のシナリオのオープニングとしてはごく普通じゃない？やるならやれ。マブチが何だろうが関係ねえ。清流会は若いのが二人、何十発も弾食らって死んでんだ。もうとっくに戦争は始まってんだよ。てめえらどっちもいい加減にしろ。あんたら二人とも戦争してんのか。ちげえだろ。このまま真淵の思うつぼでいいのかよ。まだ戦争は止められるはずだろ。説教すんなって言ったよね。説教なんかじゃねえ、クレームだ。あんただってでけえ組織のトップなら人の話くらいちゃんと聞けよ。クレームか。春日一番だったな。ああ分かったよ、話を聞いてもいい。でもその前に俺の質問に答えてよ。分かった。マブチが偉人町で構想を仕組んでるとして、その理由は？なんでそんな真似すんの？マブチに何のメリットがあんの？そんなもん俺が知るかい。なるほど。じゃあそもそもの話、野々宮ってソープの店長、それを殺したのがマブチってのはマジな話なの？直接あいつに聞いた時否定はしなかったぜ。その答えじゃ足んないんだ。じゃあ話は終わりってことで。奴の目を見りゃわかる、店長を殺したのはマブチだ。でかい声出したって結論は変わらないよ。待て、その人を撃ったら全面戦争だ。マブチはそいつを高みの見物。あんたら本当にそれでいいのかい。何のための構想だよ。そんなこともわかんねえのに血流す気か。何度だって言うぜ超、全部マブチが仕組んだことだ。ここにいる全員があいつに踊らされてる。こんな戦争を始めたらあんたらの組織の歴史に泥を塗ることになるんだぞ。まいったね。春日君ってさ、器用な嘘をつけるタイプには見えないんだよな。ただその言葉信じるにははっきりした根拠がいるんだよね。特に俺みたいな立場だと部下の手前があるから。少なくともソープの店長を殺したのがマブチだっていう証拠は欲しいね。それが発端なんだろう、お前らの話によれば。
ああ。彼女が電話越しに、ナウマって声聞いたのは知ってる。それじゃ足りねえのか。当たり前でしょ。となると、ここはやっぱ、あの連中に頭下げるしかないか。あの連中？この街でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ？偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル？